こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性が選ぶべきミニ財布7選ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。この数年でお財布選びってめちゃくちゃ変わったと思うんですよね。 僕自身もかつてはですね、結構長財布みたいなものを愛用していまして、まあそういったものの方が大人っぽいし、なんかこうお金持ちは長財布を使うみたいな都市伝説があったと思うんですね。まあそういったものを真に受けてですね、僕も長財布を使っていた時期、結構長かったんですが、ここ数年ですね、もうかれこれ3年ぐらいは財布の形が大きく変わったんですね。そんな僕が最近使うようになったのが、いわゆるミニ財布、スマートウォレットなんていう言葉、 もあったりすするんですがこのジャンルななんんでですすねちょっっとと私物を今回は持ててきて後ほどまたた詳ししく解説したいなと思うんですがこのような財布ですね。以前使っていたのがこちらの財布なんですが、今はこういったもうちょっとカジュアル感のあるような財布を使っています。いずれにしろ、長財布に比べるとかなりコンパクトかなと思います。大体長財布だとこれぐらいありますので、まあ半分以下のサイズになったので、これだったら休みの日もですね、 もしくは仕事の時もそうなんですが、ポケットの中に突っ込んでおいてもそこまでかさばらないので、すごくですね、便利になりました。なぜ僕がこのようなミニ財布にしたのかというと、それはもう皆さんもご存知の通り、 決済サービスがかなり多様化してきたおかげだと思っていまして僕の場合はですね今ほとんどスマホの決済ですね僕は iPhone を所有しているのでクイックペイが圧倒的に多いんですが、まあ、クイックペイだとかあとはペイペイだとかさらにはカード決済このあたりがですね主軸になってきてまあ現金もですね未だにゼロにはできないんですがそれでもなんとかですね財布を自宅に忘れてしまっても一日を乗り過ごすことができるぐらいですね財布の存在感っていうのを は以前ほどは大きくなくなってるのかなと思いますそういった点を考慮すると長財布を持ち歩くというところは僕にとってはあまりリアリティがなくてなるべくコンパクトに財布を持ち歩くというところが一つのテーマになってきてるかなと思うんですねそのあたりは皆さんもですねきっと 頭の片隅にはあると思うんですね。長年長財布使ってきたけど、そろそろ小さな財布に乗り換えたい。そう考えている方も多いかなと思うので、そんな方にとっては今回の動画、もう間違いなくですね、保存版になるような内容かなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。ミニ財布、スマートウォレット、様々なバリエーションがありますが、 こちらの動画ではファッションの専門家として見栄えの良さ、このあたりをですね、まずは第一優先に置きながら、その上で機能性も含めて使い勝手がいいよというものをですね、7つに厳選してお届けしますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思いますし、僕は今回あげなかったもので、これがおすすめですよというものがありましたら、ぜひ皆さんのお力を貸していただきたいんですね。コメント欄にこの財布もおすすめですよという形で、どしどしと書き込んでいただければ、この動画がきっとですね、良い情報源となって、 皆さんのお力になれるのかなと思うので、ぜひご協力いただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。 はい、ということで、ここからはですね、具体的にミニ財布皆さんにですね、ご紹介していきたいなと思っているんですが、予算別に今回はですね、お手頃なものからだんだんちょっと高額なものという形で推移をしていきたいなと思うんですね。その中で一番最初に皆さんにご紹介したいのは、 画像をこちらも見ていただきたいんですが、ユナイテッドアローズのラウンドジップウォレットですね。まあセレクトショップでオリジナルでですね、こういったウォレットを作ってたりするんですが、そういったものがデザイン的にもベーシックで使いやすいですし、革の質感も割といいです。そして何よりですね、予算がある程度抑えられるというところで、すごくですね、セレクトショップのオリジナルのミニザイクというのは、僕はおすすめのラインかなと思っています。そんな中でも、ユナイテッドアローズはですね、こういった小物作りがめちゃくちゃ上手なんですね。 で、今回挙げたのはですね、ユナイテッタローズのラウンドジップウォレットということで、まあ、これ以外にもミニウォレットたくさんあるんですが、形としてはこのようなラウンド式のお財布ですね。これまた別物なんですが、こういったものっていわゆるこう、小銭入れみたいな認識なんですけども、僕はですね、これをもう正式なメインの財布として使うことが少なくないんですね。まあ、ジップタイプになっていて、開けると中がこのような3室構造になっていまして、そこに小銭と カードとお札それぞれれぞ収納すればこれ一つでメインの財布代わりになってしまう,んです、ね、そういった意味ではこういったラウンドジップウォレットというのは一つのベースの形としては使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。こちらのラウンドジップのものってこう全部しっかりと開けられるのでガバッとですね中身が見えるというところここが使いやすいところではあるんですね。で意外とですね収納量がたくさんあるのでカードの枚数も入りますし小銭もしっかり入ります。お札もですね そんなになんか大金を入れることはできないんですが、今はそこまでですね、たくさんの紙幣を持ち歩くことって多くはないかなと思うので、十分これに収納できてしまうのかなと思います。ユナイテッドローズのこちらの財布に関しては、色の展開いくつかあるんですね。まあ、ベーシックなところで言うと、ブラック、あとはミディアムグレーなんかが使いやすいかなと思うんですが、表面のですね、片押しレザーの雰囲気もなかなかよくできていますし、一切の無駄がないんですね。財布って、やっぱり一回買えばそれなりに長く使うので、あまりデザイン 的にぶっ飛んんだだものだと使いい勝手がが悪いんですが、まあ、そういった点、ユナイテッドアローズのオリジナルって、本当にこう、木を照らわず、使い勝手のいいような、本当にドンズマのデザインを出しているので、そういったところは結構この、僕が使っている財布、サンローランのものなんですが、形もかなり近いと思うんですね。本当に無駄がなくて使い勝手がいいというところでは、これはですね、お勧めしやすいようなお財布かなと思います。 価格はですね、定価で13,200円ということで、めちゃくちゃ安いというわけではないんですが、こういったラウンドジップ式のウォレットって、高いものだと3万円とか5万円以上のものもたくさんある中で、割と買いやすい価格帯かなと思います。身近なショップでもありますし、皆さんもですね、よく行ってるお店かなと思うので、まあぜひ気軽にこういったもの、試していただくのもいいのかなと思います。他にもですね、ユナイテッドアローズには様々な形のミニウォレットありますので、ぜひですね、ミニウォレットを買うならユナイテッドアローズ、セレクトショップの中では一番 展開が多いいいかななとと思思うので皆さんもチェックしててただければなと思っていますはい、続いて二つ目のお財布がですね、エンダースキーマのですね、二つ折りの財布なんですね。こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、このブランドって結構ですね、名前聞く方っていうのは、 おしゃれ、中級者、上級者以上の方かなと思うんですね。レザー専門のブランドで様々な革小物を展開してるんですが、非常にセンスが良くて、質感も良い,いんですね。デザイン自体はですね、木を照らったところはなくて、非常にミニマルで使い勝手が良くて、多くのおしゃれ好きの方に支持されるようなブランドかなと思っています。僕自身もですね、エンダースキーマーのものはですね、いくつか持っているんですが、レザーのトートバッグですとか、あとはですね、花瓶ですね。 レザーが巻いてあるような花瓶がですね、僕の自宅にはあるんですが、そういった小物まで様々なアイテムをですね、展開してるのがエンダースキーマというブランドなんですけども、ここのですね、二つ折りの財布っていうのは、もう定番で長らくですね、展開してるモデルなんですね。素材は牛革なんですが、ローがですね、しっかりと含まれていまして、使えば使うほど味わいが出てくるんですね。結構形状がですね、独特なんですが、ほぼ正方形に近いような形になってまして、前面から見たときにラウンドしてある 蓋がですねスナップで止められるような形状になっているんですねで内側を開けるとですね小銭が入れられるような場所もしっかりとあってお札もですねしっかりと裏側に収納できるような作りになっているんですがこの独特なデザインですねシンプルで無駄がないんだけどもかといって平凡じゃないというところデザインにエッジも効いているのでこのあたりの雰囲気が好きな方結構いらっしゃるのかなと思います特におしゃれ中級者以降の方であればエンダースキーマのですねこの2つ折り財布というのは すごく使い勝手もいいと思いますし、すごくおすすめのアイテムかなと思っています。価格はですね、16,500円ということで、非常にですね、買いやすいんですよね。凝った机の割にエンダースキーマってそこまで高すぎないんですよ。そこが個人的にもですね、結構驚きな部分なんですね。 この感じだと2万3000円ぐらいしても全然おかしくないような雰囲気かなと思うんですが比較的買いやすいのでぜひ皆さんもですね実物を見ていただければなと思いますまあ、様々なセレクトショップでも取り扱いがありますし渋谷にですね実店舗もあるのでそこ時々僕も覗いてるんですが結構ですね財布以外のアイテムを含めて使い勝手の良い,いシンプルなものたくさんありますのでぜひ皆さんも覗いていただければなと思っています はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、丸2のお財布なんですね。これは私物を皆さんにお見せしたいなと思うんですが、こちらですね、コインケースになっているんですね。一番最初にご紹介したような、ユナイテッドアローズのオリジャルだとか、そのあたりとすごく近いんですけども、ラウンド式のジップになっていまして、中は3室構造になっていて、 コインも入るし、折ってお札も入れられますし、あとはですね、カード類も入れられるので、これまた使い勝手がいいんですね。マルニというと、最近はユニクロとのコラボレーションも記憶に新しいんですが、結構ですね、このブランドって様々なブランドとのコラボレーションを頻繁に行っていまして、こちらは マルニとポーターがコラボレーションして作っているミニウォレットになってるんですね。このシリーズって結構長らくやっていまして、毎シーズン違った柄のものが出るので、結構その中から選ぶのが僕は好きなんですね。昨年こちらは阪急メンズ東京で購入したものなんですが、ネイビーとブラウンのですね、チェック柄になっているのが、なかなか可愛いなということで、当初は休日用の財布として買ったんですが、なんだかんだで使い勝手が良くて、今はこれをメインで使っているんですね。 まあ素材はナイロン100%ということで、まあ、レザーに比べると高級感みたいなところは出ないんですが、ただですね、ある程度気にせずに使えるというところでは、僕は使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。 ジップ部分もですね、こうシャンパンボールドになっていて、高級感もありますし、あとはポーターのこのロゴの部分、あとマルニのロゴも入ってるんですが、この部分とか、あとは持ち手の部分なんかにもレザーが使われてるので、本当にドカジュアルになりすぎないというところも、個人的には気に入ってるんですね。手のひらにこうコロンと収まるのが、すごく気持ちよくて、僕はこの財布、あともう少し使いたいなと思うんですね。やっぱり1、2年使うと、どうしてもこう、新しいものが持ちたくなってしまうので、僕は大体それぐらいのヒント 財財布布を買えるるるようににしししてててててんんででぜひ皆さんもですすがななななかか気入っっのの皆さもね候補の一つとと検討いいただければなと思っていま,すまあ、よく見てみると、縫い目もですね、最小限に抑えてあって、ちょっと膨らみ感があるんですよね。これ、面のですね、ボンディング加工を施してあるので、このふっくらした感じが実現できてるんですね。この触り心地はですね、結構やみつきになるので、ぜひ皆さんもですね、店頭で見ていただければなと思います。まあ、丸いの店舗に行けば、結構ですね、先シーズンのものとか、 まだ在庫がいろいろあるところも多かったでするので、ぜひですね、いろんな柄の中から気に入ったものをですね、選んでみていただければなと思っています。はい、続いて3点目のミニウォレットなんですが、こちらのですね、ラルコバレーノのスマートミニウォレットなんですね。これまた結構定番で長らく展開しているモデルになるんですが、とにかくですね、薄いんですね。これまでご紹介したお財布というのは、形自体は結構コンパクトちっちゃめなんですね。 ただ、厚みがあるんですよ。ここに好き嫌いが分かれるところかなと思うんですね。もっと最小限まで荷物を少なくしたい、薄いものが欲しいという方であれば、ラルコバレーノのですね、こちらのミニモレットはかなりお勧めできるかなと思っています。カードの収納スペース自体はですね、少なくて3枚というところでかなり厳選しなくちゃいけないんですが、ミニマリスト志向の方だとか、本当にね、カードの数も少ない方なんかは、これで十分かなと思います。カードの収納スペースの のデザインとかもかなり見え方が綺麗で、この辺りもデザインのアクセントになるかなと思うんですね。 裏面にはコインの収納部分もあるんですが、ここもあんまり量は入りません。いざという時のためにちょっとコインを入れておくという形であれば十分かなと思うので、これぐらいスマートな感じというのも僕はありなんじゃないのかなと思いますね。まあ、ラルコバレーノというブランド自体ですね、イタリアの工場で丁寧に作られているので、ものづくりのクオリティの高さというところはかなりですね、楽しめるブランドかなと思いますし、デザイン自体もベーシックではあるんですが、先ほどもお伝えした通り、カードの収納部分 だとか裏面のジップがあってコインが収納できるようなスペースも含めて全体としてのデザインがすごく洗練されてるんですねエンダースキーマと同様にシンプルではあるんだけどもちゃんとデザインのエッジが効いているでその上でですねラルコバレーノはどこか大人っぽくて上品な感じ大人っぽさというところがより際立つような財布なのかなと思うのでそのあたりは好みが分かれるのかなと思います価格は24,200円ということで先ほどまでのお財布と違って2万円台には突入するんですが 非常に革の質もいいですし、カラーバリエーションも豊富で使い勝手のいい財布かなと思うので、ぜひ皆さんこちらも候補の一つとして考えてみていただければなと思っています。はい、続いて5点目のですね、お財布なんですが、こちらはですね、ホワイトハウスコックス、もう名門ですよね。エイジング財布といったら僕はホワイトハウスコックスの名前が一番最初に思い浮かぶんですが、名門中の名門。 このブランドからもですね、ミニコインウォレットというものがですね、発売されているんですね。これ、めちゃくちゃいいです。まあ先ほどもお伝えしましたが、このブランドというと結構ですね、三つ折りの財布が有名なんですね。よく雑誌のビギンなんかで紹介されていまして、僕も憧れた財布の一つで、長く使ってエイジングをさせながら、味わい深く変化するのを楽しむような財布としては、すごく定番的な位置づけなんですね。 ただ三つ折りの財布もやっぱりいいんですけども時代の流れとともにもうちょっと小さい財布が欲しいなというのがですねここ最近のトレンドになっていますし多分この流れというのはトレンドという形ではなくてもう一つの地位を確立してこれからはですねだいぶ定番化してくるかなと思うんですねその流れに合わせてホワイトハウスコックスでもミニ財布作っているんですねでこちらの画像のですねミニウォレットはですねロンドンカーフを使っていまして非常に質感もいいんですねホワイトハウスコックスというのはデザイン自体すごく オーソドックスです本当に木を照らってなくて、今回ご紹介する中でも一番ベーシックと言っていいのがホワイトハウスコックスのデザインかなと思うんですね。そこに対して素材感、良いものを乗せることで上品で大人っぽさを出すというところがホワイトハウスコックスの一つの特徴かなと思います。熟練した職人が作っているので、作りの良さも折り紙付きなので、非常に使い勝手はいいかなと思いますね。で、この財布って結構カラー展開いくつかあるんですが、 ブラックももちろん鉄板でいいんですけども、このベージュとグレーが混ざったようなグレージュっぽいカラー、これがですね、個人的にはめちゃくちゃ品がいいなと思うんですね。財布の定番色としてのブラックから少しですね、ずらして柔らかさだとか人との違いを出すという意味では、すごくこのカラーいいかなと思うんですね。素材は上品なカーフを使っていて、表面に型押しをしてあるので、このキメの細かさ、雰囲気もいいですし、このような型押しのレザーって結構傷が目立ちにくかったりすので、長く使って そんんなななに雰囲気が変わらいいというととううころも一つの良さかなと思うんですね価格的には35,200円ということで2万円の大台を超えてなかなか買いづらい価格帯にはなってくるんですが財布ってやっぱりこう長く使うものですしある程度はですね贅沢をしていいアイテムだと思っているので僕はですねブランドネームが乗っかってめちゃくちゃ高い財布ではなくてこういった筆日合計のホワイトハウスコックスの35,200円というのはそんなに高すぎるという印象はないんですね これぐらいであれば、まあ長く使えますし、持った時の満足感というところも得られると思うので、ぜひですね、ホワイトハウスコックスのこのような小型の財布も皆さんには検討していただければなと思っています。はい、続いて6点目のミニボレットなんですが、ここからはですね、どんどん値段が高くなってくるので、趣味の領域と思った方がいいんじゃないのかなと思います。本当にこのブランドが好きだとか、ちょっとこう、お財布を持つのであれば、テンション上げたいよねとか、 安いものではなくて、ちゃんとしたものを購入したいよねという方、そういうニーズをしっかりと満たしてくれるのが、このあたりの、いわゆるブランドものの財布だと思うんですね。本当にこのジャンルは、各社それぞれですね、いろんな財布があるんですね。なので、そのブランドのファンだという方が買うのが一番だと思うんですが、今回はスタイリスト目線、大山旬の目線で、大人の男性が持ってもあんまりギラギラしないし、 上品さがあるというところで見ていきたいなと思うんですが、その中で個人的におすすめなのが、僕が所有しているサンローランというブランドのミニウォレットなんですね。まあこの形でもいいですし、こちらの写真を見ていただきたいんですが、イーストウエストジップウォレットと呼ばれるもの、これもですね、ラウンド式になっていまして、僕はデザインめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思います。 サンローランというブランド、僕はもともと大好きなんですが、こういった革小物、特にですね、完成度が高くて、デザイン的に非常にベーシック。木を照らったところがなくて、使い勝手がいいんですね。そして、ブランドロゴの主張がそんなに強くないところ、そこが僕は気に入っているんですね。こちら見ていただきたいんですが、ロゴってこの位置から見ると、ほとんどわからないと思うんですね。サンローランと小さくここにですね、プリントされてるぐらいなので、あんまり悪目立ちしないんですよ。 そしてブランドのイメージとしても上品で大人っぽいというところもあるのでオラオラ感があんまり出ないギラギラ感が出ないそこが個人的にはすごく品が良くて大好きなポイントなんですねまあ使い勝手の良さで言うと正直ですねブランドもの財布だからといってすごく機能的かというとそんなことはないんですねレザーの質感がすごく上品でいいのとデザイン自体が無駄がなくて洗練されているというところそこが最大のメリットかなと思いますしあとはブランドの雰囲気ですね なんかちょっと特別なものを持っているというところも含めて満足度が高いのがこのサンローランかなと思ってまして僕はいろんなブランドの財布を見てきたんですねその中でやっぱりサンローランの世界観がやっぱり一番しっくりくるのはしっくりきますやりすぎないで上品さがあるこのあたりも含めて非常に満足度が高いのでぜひ皆さんですねサンローラン財布いろんな形がありますのでこういったコインケース型のものもいいですし 写真に出したようなこういったジップ式の正方形に近い形もいいかなと思うのでぜひチェックをしていただければなと思っていますはい続いてラスト7点目これも趣味の世界ですね本当にファッションが好きな方である程度所有欲を満たせるようなところとしてぜひ皆さんにお勧めしたいのが個人的に次これ買いたいと思っているものなんですがメゾンマルジェラのスマートウォレットですね 商品名はグレイニーレザージップウォレットというところが僕が今狙っているものなんですが金額が53,900円ということでついに5万円を超えてしまいましたなかなか安くはないので僕も気軽に買えないです清水買いに近いのでちょっと躊躇しながらですね次欲しいなぁと狙っているアイテムなんですけどもサイズ感としてはコンパクトではあるんですがそんなに小さすぎないというところでしっかりと収納量も確保されているんですね ジップ式になっていて、コインを入れるような場所もありますし、しっかりとお札も入るような収納スペースもありますので、お財布としてしっかりとですね、機能を果たしてくれるというところも満足度は高いです。そして何よりですね、このデザイン性の高さというところがマルジェラのポイントかなと思っていまして、サンローランのお財布というのは、 本当にベーシックなんですね。一番最初にご紹介したユナイテッドアローズのオリジナルも同じような形なんですが、ある程度財布を作ろうと思ったら想像がつくようなデザインと言いますか、本当にベーシックな形というところで、このあたりは使いやすいんですが、マルジェラのものになると、やっぱりですね、デザイン性が高くてシンプルはシンプルなんだけど、マルジェラらしいですね、デザイン性のあるような仕上がりになってるんですね。でもやりすぎ感は決してないんですよ。 そして何と言っても、マルジェラだと一発でわかる、このですね、4点を止めてあるステッチですね。これがですね、前面に施されているので、マルジェラ持ってるなという満足感は一番満たされると思います。サンローランのこの上品で控えめなロゴもいいんですが、マルジェラのこのですね、ステッチ。見る人が見れば一発でわかる主張のあるデザインだと思うんですね。わからない人は何ですかこれというようなステッチ部分なんですが、この部分は非常に所有欲を 満たしてくれるような良さがあると思うんですね。特にマルジェラってちょっとエッジが効いていて、おしゃれ上級者にとって非常に愛用率が高いようなブランドなので、結構ですね、これはショップ店員の方だとか、アパレル業界の方に愛用者が多いというところで、個人的にもですね、このお財布はですね、一度は持ってみたいなと思っています。以前僕はですね、もっと小さなカードケースのマルジェラのものを持っていたんですけども、さすがにですね、そこまで小さいと、 お財布としてはですね、厳しいなと思って、もう手放してしまったんですね。 もうカードを収納するぐらいしかできないので、もうちょっと大きめのものがいいなということで、今度僕が購入するとしたら、こちらの、もう少し大きめにはなりますが、コンパクトなレザーのウォレットを検討しています。まあこれはどういう方がおすすめかというと、マルジェラという世界観が好きだという方、ちょっとエッジの効いたデザインも欲しいなという方には、このマルジェラのウォレットは非常に満足度が高いかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、大人が選ぶべきミニ財布ということで、具体的に7点ご紹介させていただきました。ユナイテッドアローズの本当にベーシックで使いやすいものから、ホワイトハウスコックスの老舗の作りのいいですね、長く使えるようなミニウォレット、そしてエッジの効いた コレクションブランドですね。一番最後にご紹介したマルジェラのお財布なんかは値段はかなり高いですが所有欲が満たせるような一品になっているかなと思います。ぜひですね、今回の動画の中できっとですね、どのあたりのお財布が自分にとってしっくりきたのかというところが傾向を皆さんにとっても見えるかなと思うので、ぜひ参考しながらですね、お財布選び楽しんでいただければなと思っています。同じものだとか似たようなものがあればですね、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらの チャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですがもう少し中級者向けの アイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルで解説をしてますので、よかったらそちらも概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。また、動画はちょっと長くて見れないんだよなという方はですね、写真と文章ベースで、なるべくコンパクトにですね、アイテム解説ですとか、コーディネートの解説を行っているオンラインサロンというものも運営してますので、こちらもですね、概要欄からぜひチェックをしていただければなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。